持っていて、で横浜の方というのは皆さんご存知の通り地元愛がすごく強いじゃないですか。でその横浜のブランドであるっていうことに対しての多分誇りとかを持ってらっしゃって、だからこそすごく熱狂的な、ね、ファンとかもいらっしゃるんだな。それこう横浜のブランドであるっていうことはこうどういうふうに受け止めてらっしゃって、こう横浜のこう何ですかね、土地というか民族性というのを、まあね、埼玉と元々ご出身は静岡だって伺ったんで、どう受け止めてらっしゃって、例えば会社としてもじゃあ横浜の企業としてどうやっていくのかって考えてらっしゃるのかを伺ってみたいかなと。そうですね、先ほどご覧いただきました VTR の中に企業理念が実は出てきているんですけれども、要件はナショナルブランドを目指しません、ローカルブランドを目指しますという、文言がありまして、まあ、その本当に企業理念が企業権という会社をよく表しているのではないかなというふうに思うんですけれども、本当にこうこの会社はですね、こう横浜市民の方と共にある会社だというふうに考えています。本当に横浜市民の方があってこそ104年間続いてくることができたんだなというふうにこう、まあ、今日も改めてこういう会をにお招きいただいて皆様とお話しして感じることができました。そうですね、まあ、横浜ナショナルブランドではなくローカルブランドを徹する、まあ、ローカルブランドを目指すということはですね、横浜の、名物で、まあ、あり続けたいという思いもありまして、まあ、お土産なんかにもご利用される方いらっしゃいますので、こう全国どこでもいつでも買えてしまうというものではなくて、まあ、この土地に根ざして、まあ、ある限定感があるものというのがこう思い出だったりとかそういうものと横浜の地元愛なんかと共に歩んでいけるものなのかなと会社としても個人的にも感じておりまして、まあ、外から来た人間なので余計感じるんですけれども、もう本当に横浜の皆さん の, まあ地元愛ですとか、またまあ開港してまだ150数年ということでいろいろな文化がこう混ざり合ったすごく刺激的というか、いろいろ新しいことも多い土地ですので、そうですね、こういった横浜の市民の皆さんと共に会社があり続けていければなと思っております。ありがとうございます。すごい花子らしいコメントだなと思って、うん、もうこれだけこだわりを持っていただけるというのはすごくありがたいことですし、本当にすごいことだなと思って、うん、はい、じゃあですね、もう一度ひろけんさんに大きな拍手を。じゃあですね、今回のイベントの方はこれにて終了とさせていただきます。本日はありがとうございました。このイベントの方はまた